はいどうもポッカメです。秋の終わりが近づいてきましたが、まだまだ泣いてますね。というわけで今回の主役は皆さんご存知、エンマコオロギです。まあ秋の虫といえばエンマコオロギですよね。これは外せないでしょう。エンマコオロギは北海道から九州まで分布していて、都市部の公園や畑、道路の脇のちょっとした草むらなんかでも美しい声を聞くことができますよね。ただ昼間は落ち葉の下とか石の隙間なんかでじっとしているので、意外と姿を見ることは多くないかもしれません。夜になると餌やパートナーを探すために周りを徘徊し始めます。オスはこうやって鳴いてメスを誘います。成虫が見られるのは8月から11月頃で、冬には成虫はみんな死んでしまって卵が地中で冬を起こします。2匹いますね。この声を聞くと秋だなって思いますよね。いやー趣がありますね。コオロギはキリギリス亜目に分類されていますが、典型的なキリギリスの仲間とはかなり異なる姿をしてますよね。生態を見ても葉っぱの上じゃなくて基本的には地表にいます。やっぱりキリギリス科とはかなり早い段階で分かれたようですね。比較的近い仲間としては鐘たたきやオケラなんかがいます。近縁種には台湾エンマコオロギやエゾエンマコオロギ、小笠原の固有種ムニンエンマコオロギなんかがいます。見た目は似ていても鳴き声は全く違うっていうのが面白いですよね。本州で一番多いのはもちろんエンマコオロギです。圧倒的な繁栄を誇ってます。お、なんか戦ってる。オスはジリリリって鳴きながら戦うことがあります。ちなみに中国にはコオロギ同士を戦わせる闘室と呼ばれる文化がありますね。まあ、いわゆる虫相撲。エンマコオロギは闘室にそんな使われるわけではないらしいんですけど、やっぱりオス同士はかなり攻撃的になるみたいです。羽を震わせて鳴いてますね。うわっ、これカエルですね。カエルのすぐ近くで鳴いてます。いや、なんという命知らず。エンマコオロギは身近な虫の中ではかなり大型ですが、カエルやトカゲ、鳥などの天敵も多くいます。この辺りはカエルが大量にいる危険地帯です。皆さん、夜だと見づらくないですか？というわけで昼間に落ち葉をガサって捕まえました。エンマコオロギは体長35ミリになる日本最大級のコオロギです。立派ですね。美しい鳴き声が有名ですけど、これはメスなので鳴きませんね。お尻から産卵管が伸びてますよね。ちなみに幼虫は黒地に白い帯があります。親とはかなり異なる姿をしてますね。エンマコオロギの特徴といえば顔ですね。顔には光沢があって、複眼の上には眉毛のような帯があります。この顔がエンマ大王みたいだからエンマコオロギと言うそうですが、そんな怖いイメージあるかな。結構可愛いですよね。雑食性なので植物の他に動物の死骸なんかも食べます。共食いしちゃうことも多いので飼育するときは注意が必要ですね。後ろ足がめちゃくちゃ太く発達してます。ジャンプもできるんですけど、捕まえようとするとまあ大体地面を張って落ち葉の下とかに逃げ込みますね。やっぱがっしりしていてかっこいいですね。というわけで今回はエンマコオロギを紹介しました。このチャンネルでは身近にいる生き物たちを紹介していくので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。